体験談っぽいのがあるぞ。嘘。何多分ね、まあカットされるかどうかはこの内容次第だな、うん、私は姉川古戦場跡を回っている時に、うん、この野村橋、この橋ですな、これ野村橋っていうのを通ったのですが、うんうん、橋を歩いていると向こう岸を歩く、うん、頭をがっくりと落としたみそぼらしい痩せた犬の姿が見えました。私は犬に噛まれたら嫌だなと思っていると犬がこちらを向いて目と目が合ってしまいます、うん、私がやばいと思うよりも早く犬は逃げ出し、あっという間に姿が見えなくなってしまいます、うん、犬とはいえ化け物を見たような反応をされると傷ついてしまいますが、この日の晩から部屋に私以外の気配が、一人しかいないのに私以外の人の気配がするようになったので、うん、私は犬は私以外の何かを見て反応したのかもしれません。で、あの一人暮らしの部屋でトイレに入っている時にドアの向こうで足音のような音が聞こえたり、うん、寝ていると流しのあたりで物音が聞こえ始めて、俺んちしょっちゅうやねえかそんなのそれは想定外だ。その感想っていうかコメントは想定外だ。嘘。俺んちしょっちゅうやんそんなの。最初は気のせいだと無視していましたが、うん、それが5日も続くと顔もやつれるほど弱ってしまい、私は友人に助けを求めていました。なれりゃおめ天国やん天国にはならんと思う。だってさ、変な話、ここ心霊スポットなんだべ、うん、なあ、うん、何かのリスクとハイリスクハイリターンっていうのを考えてきとるわけやろなのか。むしろだって心霊スポットで何もないっていうのもまああるけど何かがあるっていう想定も入れていくわけで、そのハイリスクハイリターンを持ってくるわけだろう。これはたまたま通りかかっただけじゃないのか、この人は。え？たまたま通りかかってそんなとこ通る？わざわざここに止めて。で、心霊スポットってことは分かっとるわけやん。ああ、確かにね。だろう。わざわざこんなことに書くくらいだからね。だろう。こんなやつが、それが、何もないっていうことはありえんわけやん。はい、それがもうハイリスク入りたんじゃん。だから、さあ、うん、それを言って犬が立ち去って家に何かがある。それはもう、仕方がないことやん。まあ、何か連れてきちゃったっていうか、うん、そういうね、うん。だからよくあるやん。心霊スポット行って帰りに事故っちゃったとか。うん。それも、そこ行ってまともに帰れるか帰れないかっていうのはもう自分次第じゃん。もう自分の責任しかないわけやん、うんうんうん、行かなきゃよかったんやそんなとこへ。うん、そうね。うん、うん、でしょう。それでやつれるほど悩むことじゃないんや。ああ私もらっちゃったでいいじゃん。そう。でもこれあのあれ5日も続いて顔もやつれるほど弱ってしまい、うん、友人に助けを求めていました、うん、でも友人の知っていたおまじないが聞いたのか、うん、地図に表示された神社や寺に行きまくったのか聞いたのか分かりませんが、うん、人の気配がなくなったことで私は安心して暮らせるようになりましたって最後、うん、ハッピーエンド迎えてるからさ、この人いいんじゃない。でもさ、物がボーンと落ちるなんて俺んちしょっちゅうじゃん。でも本当に皆さんね、あの心霊スポットを行って乗り移られたとかさ、うん、なんか事故ってあそこ行ったからだっていうこともないんですよ、うん、まあ俺らは無事帰ってるからね、なんだかんだで。そうそうそう、気をつけて。要は皆さんね、今日は心霊スポット行ったんだ、それ以上に気を引き締めて帰ろうっていう気持ちになればいいと思います僕は。どう、いいこと言っとる。いいこと言っとるけど今の一言で台無し。僕らもそうなんですよ。いつもムイ君にも言うんですよ。今日は心霊スポットの最強なとこ行ったから、もう最後帰る、玄関入るまで気を引き締めて帰る。で、いつもの口癖なんですよ。で、必ず家に着いて、お休みっていうムイ君に LINE をするんですよ、俺は。着きましたよっていう。うん、ね。俺たまにそう思う。それ来る前に寝てるけどな。そうそう、仕方されてるんですよ。で、朝おはようなんですよ。それも、昼過ぎぐらいに。もうほんまに疲れて今日ダメだもう寝ようって、全部明日にぶん投げようってやってる時は、僕はね守るものもあるんですから。だから皆さんもね、うん、心霊スポット行く時は必ずお塩塩とお米と
小豆を一緒にした袋を持って行くのも OK です。うん、霊感のないくて怖いな、乗り移されそうだなと思ったら、なんかこんなちっちゃな、こんなちっちゃな袋の中にお米、いったお米といったお塩と小豆を入れて持って心霊スポット行ってください。塩以外の使い道がわからないと思うわ、普通の人は。あー、そっか、だいたい心霊の霊感のあるとか除霊さんたちいう言葉はだいたい、いったお米いったお塩に小豆を入れて持つのもまた魔除けにとして、あ、一緒くたに混ぜてっていうか、その一つの袋に入れていいんだ。そう、俺全部別々に持ち歩くんだと思ってた。違う、一緒に入れて、あのキーホルダーみたいなやつ、かわいい、あのなんか香り袋みたいな感じで作って、乗っとくとお守りになると。そう、垂らしてくって、ポケットとかに入れずに、ベルトループの中に差し込むような、あんな感じで外に出しながら、持って歩いて行ってもいい。まあ多少なりの魔除けになりますからね、皆さん。おー、うん、やってみてください。俺らはそれを持たなくて大丈夫は？ハイリスクハイリターンのハイリスクだよ俺ら